建築用自動車用ガラスの大手メーカーであるセントラルガラスプロダクツ株式会社が本社を松阪市に設置し、事業を開始するにあたり松阪市と協定書締結式を行いました。セントラルガラスプロダクツ株式会社は、セントラルガラス株式会社が営む板ガラスと関連製品の製造や加工、販売事業を継承し、1年の準備期間を経て令和5年4月1日から事業を開始しました。今後、松阪市と従業員雇用、環境保全などのさまざまな分野において協力していくことから、今回の協定書締結式に至りました。最初に竹上市長が、この度は誠にありがとうございます。セントラルガラスには長きにわたり松阪市の経済を支えてもらっています。本社があるということは、採用面で県外へ進学していった子どもたちが就職で帰ってくることができる、そんな会社づくりをお願いしたいですと挨拶しました。これを受け、セントラルガラスプロダクツ株式会社の入沢実代表取締役社長は、セントラルガラスプロダクツ株式会社は本社組織を松阪市に据え、人事、経理、事業企画、品質保証に加え、調達部門を東京から松阪に移しました。地域の皆様方に魅力のある企業と認めていただけるよう、全社一丸となって挑戦していきますと話しました。その後、入沢実代表取締役社長と竹上市長は協定書に署名し、最後に記念撮影が行われました。松阪市への企業の本社移転は竹上市長就任以降4例目となります。本社で部門で活躍していただく人材の採用等についてもアドバイスをいただいて、準備万端整いまして、本日のこの式が迎えられましたことを大変嬉しく思っております。これからも松阪市の当局の皆様、機関の皆様と連携を密にしましてですね、事業を運営していきたいというふうに考えております。はい、地元での雇用が増えることは地域活性化につながり、とてもいいことですね。